はい、ってことで今日も京都テガンナーズヘブンです。さすがに動画分けすぎてもう誰も見てないんじゃないの？おそらくどんな動画でも出せば見るという熱狂的なウプヌ信者の皆様でもさすがに相当数脱落してしまったのではないかと思われます。でもいいんです、たとえ誰にも見られなくともやると決めたら最後までやるのが男の中の男ってもんです。はいはい、そうですか。でまあとにかく今回は残りのステージ5、ステージ6を見ていくわけなんですが、前回の終わりにもちょろっと言いましたが、ステージ5は今までのステージと違ってシューティングステージになってるので、操作もちょっとだけ変わります。まあ浮いてるからジャンプやスライディングはできないわよね。あとはワイヤーが使えなかったり、武器もグランドカッターの動きがちょっと違ったりなんだり、細かい部分が変わります。あと振り向くにはバツか L2 を押しながら方向キー押さないとみたいです。振り向けるってことは後ろからも敵が来る感じね。まあ最初は振り向き方がわかんなくて後ろから来る敵や通り過ぎていく敵にうまく対処できなかったけど。うん、早速一気大きい敵逃がしたわね。このステージは特にアイテムの取得が大事な気がするので、アイテム持った敵を逃すのは結構痛いです。そうなのね、あくまでウプヌシ個人の感想としてはです。はいはい、わかったわよ。でここで後ろからちょい固めの敵が出てくるんですが、最初振り向き方分かってなかったので焦ってます。まあでもとりあえずすぐ倒せたわね。お、なんか戦艦っぽいのが出てきたわね。ああ、この辺は戦艦の砲台も潰しつつ他の敵とも戦う感じになるのでちょっと忙しいです。なんか竜みたいなの出てきたわね。うん、こいつ硬い上にしつこく後を追ってくるので厄介です。お、派手に散っていったわね。うん、こいつ倒した時ものすごく爆風撒き散らしていくので視界が奪われて死に際もちょっとやらしい感じです。そろそろ戦艦は退場する感じかしらね。うん、戦艦とはここでお別れです。で、ここでやたら硬いロボが3体ほど出てきます。うん、ほんとになかなかの硬さね。で、どうにか3体とも片付けました。で、ここから嫌いっぽいのが大量に出てくるんですが、これらを破壊しまくってしっかりパワーアップアイテム補充していかないとボス戦前にパワーアップが切れてまともにボスと戦えなくなります。ここも地味に忙しそうね。はい、ってことでそろそろボス戦です。中ボスのいないステージってのはここのことだったのね。とうとうこの俺を本気にさせちまったようだな。もう後戻りは効かねえ。楽に死ねると思うなよ。ってことでここでは豆腐屋のせがれの乗った86と秋名さんでダウンヒルバトルです。うんだから中の人の別キャラネタ無理やり放り込んでこなくていいのよ。まあとにかくまずはウプヌシがステージ5のボスと最初に戦った時の様子を見てみましょう。
なかなかに攻撃激しいわね。ああ、これ避け続けるのはなかなか大変だぜ。でもここで下側のパーツが破壊できてちょっとだけ相手の手数が減りました。これはなるべく早めに部位破壊した方が楽になりそうね。うん、ゴム使って一気にやるのも手かもしれないな。まあとりあえずは様子見でそのままペチペチやってましたが。お、上側も破壊できたわね。うん、あとは真ん中を破壊すればパターンが変わりそうだな。ってことで真ん中も破壊できたらやはりパターンが変わりまして。なんかごっつい追加装甲みたいなのが飛んできました。いやそれより何より位置取り悪くない？うん、パターン変わったらさっさと前に移動しとかないとダメっぽいな。で本来ならここで振り向いて戦わないとなんですが振り向き方わかってなかったのでそのまま死ボンヌです。いやいつになったら振り向き方気づくのよ。この後もう一度説明書確認するまで気づきませんでしたけど何か。いえ別に。アイキャーチ。ってことで中ボスがいないのでまたステージ頭から進めてボスまで戻ってきました。このステージは途中から再スタートできないからやり直しに時間かかるわね。それなのにこんな感じでまあボスに勝てないこと勝てないこと。うん、本当にこれでもかっていうほどやられまくってるわね。ちなみに今のもほんの一部で実際にはもっとやられまくっております。ねえこれ本当に勝てたの？じゃやられシーンばかり見ててもあれなのでどうにかこうにか粘りに粘って勝てたところをどうぞ。まずはバルカンでペチペチやりつつ避けるのに専念します。で上下のパーツにダメージが入るようになったタイミングでゴムを2つほど使います。ここはこっちのライフが削られる前に一気に破壊しちゃうわけね。うん、最初のうちは頑張って避けてたんだけど、どうしてもウプ主には避けきれなくてゴム使わないと前半でだいぶライフ持ってかれちゃうもんで。でパターンが変わったら振り向いて武器をスプレッドに変更し、この微妙な位置でボスに重なってペチペチしていきます。そこにいるとこのパターンの時はボスの攻撃ほとんど食らわないのね。うん、このトゲトゲしたやつがどうしても避けきれなくて、どこかにアンチないか探しまくっててどうにか発見しました。てかこのアンチ見つけられなかったら多分ウプ主にはこいつ倒せなかったと思います。たまたまアンチ見つかってよかったわね。てかなんか途中でバルカンに切り替えたわね。うん、なんかここはスプレッドでもバルカンでもあんまダメージ与えるスピード変わらなそうだったもんで。でさらに適当に武器切り替えてたらまたパターンが変わりました。なんか触手みたいなので出てきたわね。うん、なんかうねうねしとるな。でここは前半とはまたちょっと違う感じで弾幕張ってくるので頑張って避けます。あんま避けれてませんけど。そこはプレイしてるのが我らがウプ主さんなんだから仕方ないでしょうよ。はいはいごめんて。で途中なんか筒状ってかバネ状にビーム打ってくるのでここは中に入ってうまいこと避けます。ここはこれでパターン一周って感じね。ああ、で今のパターンを最後まで繰り返すのであとはやられる前にやるだけです。はい、ってことでめっちゃ時間かかりましたがこんな感じでどうにかステージ5のボスも撃破です。やっとバルキリーにお目にかかれそうだ。三人ともやられるとはね。まあいいわ。すでにバルキリーは私の手の中。さあ、これが欲しくばここまでやってくるがいいわ。ってことでまた会話シーンが挟まった後。てな感じでなんか黄色い6号星に連れ去られ。ステージ6へとやってきました。ようやく最終ステージまでたどり着いたわけね。で、ここはステージスタート直後にパワーアップアイテムが落ちてるので取りまして。そのままちょいと進むとラスボス戦です。ステージ6はラスボス戦オンリーなのね。ってことです。見なさい、
この輝きを。バルキリーの力は素晴らしい。誰にも渡さない。永遠にね。消えなさい。てなわけで最後は張り切ってコナン君と戦っていきましょう。うん、言うと思ったわよ。てかだから無理やり中の人の別キャラ言わんでいいのよ。でまあとにかくラスボスと戦っていくわけなんですが、序盤からかなり攻撃が激しくゴリゴリライフ削られていきます。うん、今までのボスもなかなかだったけど、こいつはラスボスだけあってさらにえげつない感じね。ああ、正直初見じゃどうしたらいいかまずわからないかと。ってことでほぼほぼ何もできないままあっという間にぬっ殺されました。うん、これまたかなり長い戦いになりそうね。この後まず今の最初のパターンがなかなか攻略できずとにかくあっという間にやられまくりました。うん、全然先に進めてなさそうね。正直最初のパターンを攻略するだけでも心折れそうでした。あいちゃーち。はい、ってことでその後も散々やられ倒したんですが、最終的にどうにかなったシーンをどうぞ。あの調子で本当に勝てたの？まあそこはこの後を見てもらえればわかります。ってことでまず最初なんですが、ジャンプでスライディングを駆使して頑張って避けます。で一旦敵の攻撃がやんだらすかさずワイヤーを使って足場に登り、ボスの動きに合わせてまたすぐ降ります。うん、忙しい。てかここに来てようやくワイヤー使ったわね。ここはワイヤー使わないと足場に登るのもたつくので、ワイヤー使わないとちょっと厳しいかと。でまああとは繰り返しになるので、なるべく攻撃食らわないように頑張りつつ、パターンが変わるまでペチペチやります。お、そろそろパターンが変わるみたいね。ああ、ここからはこんな感じでこちらのいるところにパンチ繰り出してくるので、ちょっとずつ移動して避けつつペチペチします。ここは避けるのそんなに大変じゃなさそうね。うん、ここは落ち着いて動けばまず食らわないかと。でまたある程度ダメージ与えるとパターンが変わりまして、今度は放射状に弾放ってくるので、これは画面端に移動して避けます。でその後地面の半分にレーザー撃ってくるので、それを待って反対へスライディングで猛ダッシュです。うん、ここもなかなか大変そうね。ここもパターン覚えるまで苦労しました。まあでもここはパターン覚えさえすればそこまでじゃないかと。ちょっと忙しいは忙しいけど、でまたある程度ダメージ与えるとパターンが変わるので、ここはロックオンレーザーに変えて誘導弾を撃ち落としつつ変な弾を頑張って避けます。で変な弾が画面上部に4つ並んだら、即座にワイヤーで左の足場に飛び移り、その後火柱に当たらないようジャンプして画面真ん中に着地します。うん、めっちゃ忙しい。ここは最初何が何だかわからずかなりやられまくりました。でまた弾が4つ並んだら、今度は右の足場にワイヤーで飛び移り、また火柱に当たらないようにジャンプして画面中央に着地します。これでここのパターンも一周です。飛び移る足場が交互になるから順番ちゃんと覚えておかないとね。うん、夢中になってるとあれ次どっちだっけなってなるので、そこは気をつけないとです。であとはこのパターンが最後まで続くので、しばし見守りましょう。
はい、ってことでだいぶ時間かかりましたが、これにてラスボスも撃破と相成りました。これでようやく終われるわね。てか本当にめっちゃ時間かかったっぽいけど、一体何時間プレイしてたの？キャプチャーした映像だけでも7時間近くあるから、まあ余裕で7時間以上はかかったな。いや思てた以上の長期戦。うん、途中から引くに引けなくなって、何が何でもクリアしてやるって意地になって頑張ってたら、とんでもないことになってしまいました。まあでもその甲斐あって、ラスボス倒した瞬間はものすごい達成感と多幸感に包まれて、ウプ主の目の前の世界が極彩色に彩られました。いやそれのうからやばい汁で取るて。まあとにかく最後はアクセルを心配してルカも駆けつけてくれたようです。いやなんか苦労してて、2入れたバルキリー持ち去られましたけど。うん、どうやらアクセルの心配なんてしてなくて、バルキリー奪いに来ただけだったみたいだな。いやこれアクセル報われなすぎでしょ。いつの世も弱者は所詮搾取されるだけの生き物なんだぜ。急になんか言い出したし。とにかくあとはスタックロールが流れて終了って感じです。でまあ乾燥した感想を乾燥肌のウプ主が感想にお伝えしますと、うん、変なダジャレ入れんでいいのよ。とにかくむずいけど頑張れば報われるって感じかな。まあむずいはむずいけど、やられまくってちゃんとパターン覚えていけばどうにかなるし、よくできたし、に覚えゲーって感じよね。そこまで理不尽なとこはないので、ちゃんと繰り返し練習していけば、ウプ主のようなヘッポコゲーマーでもちゃんとクリアできます。まあ恐ろしく時間はかかったけど、うん、さすがに7時間以上はかかりすぎよね。まあそこはウプ主なので仕方なし。てか多分これストレートでいければ1時間もかかんないんじゃないかな。わかんないけど、まあ純粋なボリューム自体はそこまでじゃない感じよね。けど実際はどう考えても攻略に時間かかるから、かなりやりごたえあるけどな。ってことで結局4回にわたってガンナーズヘブンやってきましたが、ようやくこれで終了です。まさかここまで長編になるとは思わなかったわね。まあぶっちゃけダイジェストでお届けすることも考えたんだけど、せっかくむちゃくちゃ苦労したので、しっかりと動画に残しておきたかったもんで。それにほら、これだけしっかり動画に残しておけば、またプレイしたくなった時に自分で見返せるしな。まああとは苦しみのお裾分けしたかったってのもあるけど。いやそんなお裾分け迷惑なのよ。けどこれはただ苦しいだけじゃなくて、ちゃんと面白かったので、個人的にはプレイしてよかったと思ってます。なんだかんだでこれ結構気に入ったみたいね。うん、やっぱなんだかんだでこの手の死に覚えゲー好きなんだよな。特にコンティニュー無制限だと、得意のヌルヌルゾンビプレイしまくれるから、ウプ主さんついつい頑張っちゃうのよね。まあ何にせよ楽しめたのなら何よりですけれども。ってなところでそろそろ終わろうと思いますが、せっかくなので映像の方は最後まで流しておきます。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。
おまけ。この画面で L1、L2、R1、R2 を押しながらセレクトを押す。そうするとシークレットコードと表示されるので、ここで方向キーの上下と三角×ボタンで2文字のアルファベットを QB に変更し、ゲームをスタートすると、やったぜ！こんな感じで巨大化したキャラで遊べます。あとは先ほどのシークレットコードを CM にすると、今度は反対に小さくなったキャラで遊べます。他にもいろいろな効果のあるコードがあるようなので、気になる方は各自で調べてみてください。それではご視聴ありがとうございました。